はいどうも、妖怪三国志クイントリオーズ今回もやっていきます。京都イベントね、大暴走ウィスパー宝剣エクスカリバーヌクスカリバー販売やるんだ。有料宝珠、そうだよな、待ってる人とかいるかもしれないもんな。力戦超お守りを受けた時陽気ゲージ上昇、すげえ剣が販売あれなんだっけ、ニャクスカキャリバーニャクスカキャリバーだっ けさあ京都始まりましたね。予選があって、つくよみさん、そして本戦で大暴走ウィスパーというね、暴走系はね、あの暴走炎も暴走カイラいますけど、まさかね頂点に立つ天聖ランクが暴走ウィスパーだとはっていうね、なんかそんな感じになってしまいますが、京都イベントね始まりました。予選では月読み、マジマッチでは暴走ウィスパー。マジマッチまで待つんだ、ウィスパー。力アップ、雷属性アップ。これはあれですね、月読みと一緒だね。まあ、月読みも転生だからね、そういう意味だと、全然問題ないね。はい。さあ、京都イベント始めましょうということで、一人討伐もあるんだけど、これはね、京都パスだね。今回、ガシャの方が、前も、予告が出てた通り、エンマ族に、ね、なるんで、これはまあちょっとまた、CM 見ないといけないんでね、また別途やりましょう。一応この、ちょっととりあえず一回だけやるか。はい。この太鼓を叩いた後にやるんだっけ。なんか忘れちゃったな。で、ランキングが、これサーバー2ですけど、A ランクに入るといいと。うん。20位以内だね。で、コンボタイムが、あ、コンボタイムごめん。ルールがね、ここにあるんで、なんとかタイムがあるはずなんだよね。それで、で、あと特攻がね、あ、そう、ここ見ないんだな。で、月読みが20回落ちるということで、2000落ちるのかな？暴走炎も暴走カイラ。いいね、はい。呪いの花子さん。で、あ、そうだ。でね、花子さんが、私ね、累計で、あ、42いいのかな？あれ、42と、そう、累計ね、19以内に入れたんだよね。だから、花子さん4突できちゃうかな？あと、アメミキサーもなんか、おまけでもう1回やったやつができたから、花子さんが実は、4突いきやした。命中アップになってかなり、強くなっちゃったな。はい。花子さん4突いきやした。なんかみんながあんまりやる気なさそうだったからいけちゃったな。で、どんどんね、解放していくんですけど、まあミッションがね、あるのと、このフラグがあるんでね、どんどんね、解放していきましょう、フラグガッシュで。で、ミッションがあるんで、特にデイリーミッションね、初日は日数少ないので、あ、ウィスパーもいるね。なので、デイリーミッション初日だけ気をつけましょう。あとはどんどんね、月読みさんとかをゲットしていくといいんじゃないかなと思います。1からちょっと軽くやっちゃうか。で、一応ね、イベント妖怪いるので、イベント妖怪をね、なるべく使って、これめんどくさいな。前衛があんまりないな。あとは誰にしようかなって感じで、まあ今回つくよみだから、不思議とかを入れるか。不思議よろ、この前こいつめちゃめちゃ役に立ったね。前回これがさ、混乱サボり開始にばらまくからすげえ楽勝だったな。はい、行きましょう。こんな感じで、つくよみさん土が苦手だから、もう本当は土妖怪の方がいいか。で、この人だ、回線のドラだ。回線のドラで回数制限されてんだね。という感じで、どん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 やってって、なんとかタイムがあるので、スピードタイムだっけ？なんでね、どんどんね、倒してって、絆ドロップはなんちゃらタイムの時だと思うんだよな。フィーバー、まあいいや。
とりあえず3までいけちゃうな。うん、まあこんな感じで。で、フィーバータイムじゃなくて、何タイムだっけ、コンボタイムじゃなくて、共闘の遊び方はね、この辺にあるので、まあ、やったことない人は私の再生リストとかに、はい、いろいろあるんで、回線ドラ叩いて、うん、で、私がいつもやってんのはね、そうだ、コンボタイムだ。コンボタイムが、19時から21時59分、まあ22時までだね。で、朝の7時から9時59分、10時までっていう感じであるんで、そうするとね、1回攻撃で1コンボカウントされるので、この時にコンボいっぱい貯めてやるといいよっていうね。で、コンボ外の時はこれをちょっとご覧くださいって感じです。で、一応基本的には、ポイント稼ぎたい人はね、フィーバーじゃなくてなんだっけ、これフィーバー共闘手形をねうまく使ってほしい。あ、緊急バトルだ、ごめん。で、何回かやってると緊急バトル出るので、その時になったらこれね、緊急バトルチケットもあるんだけど、このね、手形が10分なので、緊急バトル5分だよね。なので、緊急を出して手形を使って緊急5分やって、それで緊急5分終わった時にもう一回自然に緊急が出てくれるのがベストなんですけど、まあその時はね、まあ出なかったら、まあこの手形を使うみたいな、なんかそんな感じで私はいつもやってますね。コンボがね、300コンボ溜まるとすごい爽快なダメージが与えられるので、うん、っていう感じなんだけどね。獲得ポイントでね、どんどんつくよもゲットできるし、さっきもね、絆ドロップで、絆ドロップはさっきのね、フィーバーの時に、緊急バトルでね、ドロップするので、はい、それでやってみてください。今回フル特攻だからな、なんかすごいね。で、さっきはなんだっけ、ハイスコアね、ブライダル富士見御前もこれで私貫突できるんじゃないかな。ちょ、アメミキサーとかでもなんか来てたと思うんですけど、多分貫突いけたかな、いけなかったら笑っちゃう、わらわらという感じですけど、よいしょ。これだ、6400、余裕で足りてましたね。はい、というわけで貫突です。よかった、絆とかね、国取りのやつで交換しないでよかったですね。はい、これも強キャラなんでね、早く必殺が打てれる強キャラなんで、ぜひね、うまく使ってください。これはいいね。まあ、あとはあれだな、イザナミの方は、まあ、まあ、あんま使わないからいいか。という感じで、通常ミッションは特に増えてないかな。はい。なんか、宝珠がね、保りやすくなったよね。そして、メンテナンス情報は無事終了。ガシャ妖怪来ないけど、宝剣は来て、それでね、さっきも言いましたが、ウィスパーは後半の緊急バトルでね、落ちるけど、さっきのデイリーミッションでもあったように、うん、10回で30出て450回獲得できて、まあ本戦の時でね、3突ぐらいできるのかな。はい、そんな感じかな。で、つくよみさんも結構いいキャラ。で、緊急バトルで1000、あ、あれ50なんだ。50で20回。で、個人ランキング、同盟ランキング、獲得ポイント、お宝、あ、そうか、お宝クエストもねあるんだね。で、デイリーミッションもあるんで、うん、まあこれもどんぐらいいけるかって感じですかね。はい、なんでもう超いいキャラで、似てるね今回ウィスパーね。こっちも雷アップが、はい、揚力アップ、あ、これ花嫁だった、こっちだ、雷アップね、うん、50% アップと 60% アップがあるんで、はい、これ強いね。まあ、ぜひね、個人的には、あ、今1凸なんだ。じゃあ、そそくさと2凸して、できたらね、揚力アップも入れたいんで、3凸、4凸、5凸いけたらいいけど、そこまでいけんのかなっていう感じですかね。はい、なんで、まあまあまあ、いい感じですね。楽しみにしたいと思います。ダイボスウィスパーもかなり強キャラですね。さっきも言ったけど、力と前衛の突き呼びみたいな感じですね。
しかもマックスの 70% アップですね。やっぱり来ましたね、こういうのね。取り付くで。なんか雷イベント最後あるんでしょうね。で、雷ダメージ。ウィスパーのくせにいいキャラじゃねえか。で、力アップを受けた時に超過後も入ると。で、限界突破3にしたいねって感じですね。でも、ぶつかり撃破の 20% もでかいな。これ最後、国取りでみんな大活躍するんじゃないですかね。国取りのね、多分限界突破アップがあるんでね。はい。こうね、しばらくの間。施設ダメージアップが7月20日まであるんでね。これ、ウィスパーが今後。で、ガシャを負け、月がさっき言ったね、高天寺氏と暴走閻魔たちなんで。まあ出てきたらみんなにあれですね。でスケジュールはこれで、コンボはねさっき説明しましたね。であとはね4もやっちゃうか。あとはちょっとどんなもんが見て終わりにしよっかね。緊急バトル出てきてくれたらそれでもいいんだけど。そうだ、最後お宝パス見たいなと思ってたんだ。お宝パスの中身は宝箱の中身ということで、こんな感じでウィスパーも月読みも両方いてね、いいですね。なんでこれ本当はね、今回ガシャでね、あのエンマたちが出る確率がすごい低いので、特攻じゃないからね、あれになってないんだよね。あのピックアップになってないので、ちょっと いつもよりパスが集まんないんですけど、まあまあまあ 0.確定の時だ。あ、でもそうでもいないか。でもこれね、転生、闇馬持ってない人はね、闇馬出すのもチャンス、最後のチャンスって感じですかね。小生もこんだけいるからね、なかなかこの、っていう感じ、持ってない人はね、かなり厳しいのかな、当てるのはなって感じしますかね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょうか。これ回数は前回引き継いでるので、プリッチーとかもね、はい、引き継いでるので、次のね、最後、あの地ならしのような全部になった時にいいんじゃないかなという感じですね。はい、という感じで共闘イベントちょっと駆け足になりましたが、こんな感じでやっていきましょう。まずはね、 A ランク目指して、 A グループ目指してね。 A グループだとマジマッチでね、こんだけウィスパーが。 B グループだとね、結構あれなんだよな。あ、でも今回はまあまあいい方で、ね、A グループすごいね。だから結構三突ウィスパーがボコボコ出て、もう今日じゃねえな、来週か再来週を境に、もうウィスパーなんかやだね。国取りでウィスパーが溢れてるような感じになりますかね。で国取りは明日からなので、明日また頑張りましょうという感じですかね。特産品別にいいんだけど、更新しちゃうかな。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょうか。イベントね、ぜひ頑張っていきましょう。吹雪姫は残念ながら貫突はできなかったかな。はい、そんな感じですね。ガシャどうしようかなね。ニャクスカリバーはショップで有料法事かな。あ、そう、買えないんだよね。そう、無課金。あ、これね、いいね。買える人はいいけど。なるほどね。まあ、これでかなり差がつくって感じかな。はい、じゃあすいません。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。なんかパワーアップって書いてあった。なんだ、購入でパワーアップ。そう、購入でもうできないんだよな。しょうがないじゃないか。でも楽しみましょう。ラストかな、京都。これね、どんどんフラッグガシャを回して強くなっちゃってください。